こんにちは、マカロニです。スターフィールド、Xbox ゲームパス、PC 版。今回は、自分の宇宙船を呼び出し、どこにいても迎えに来てくれるモッド、コールイワシップ。とても便利で、おすすめできると思いましたので、ご紹介したいと思います。後半に、導入手順もご紹介していますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。まず、操作手順を説明すると、日本語キーボードの場合は、アットマークを押して、コンソールコマンドを出します。キーボード入力で、バットコールシップと入力し、エンターを押します。アットマークを押して、コンソールコマンドから抜けます。たったこれだけで、自分の宇宙船が、今いる場所から飛び立ち、プレイヤーの場所まで戻ってきてくれます。約60秒かかりますが、どんな遠くに宇宙船があっても、呼び寄せることが可能です。せっかくなので、ノーカットで戻ってくるまで待ってみましょうか。あと40秒と表示されました。あと30秒と表示されました。おお、戻ってきたみたいですね。あと10秒と表示されました。自分のそばに戻ってきてくれますので、重たい資源を集めた時など、とても重宝しそうな感じがしますね。宇宙船に近すぎる場所で呼び出すとエラーが出て実行できませんが、少し離れた場所なら大丈夫です。これくらい離れていれば呼び出すことができます。そしてさらに、呼び出してから移動しても、ちゃんと移動した先に戻ってきてくれるのが優秀なところです。試しに、かなり移動してみることにしましょうか。このようにプレイヤーの位置を把握してちゃんと戻ってきてくれるのがいいですね。ちなみに斜面などで呼び出すとめり込んでしまいますので、搭乗ベイに入れなくなってしまいます。こんな感じになってしまいます。こういう場合は、平らなところで呼び出しをやり直すか、少し離れたところから、ファストトラベルで船内に入れば大丈夫です。では、モッドの導入手順をご紹介しておきます。まず、こちらのページから、マニュアルダウンロードで、モッドをダウンロードしておきます。このように警告画面が表示されますが、コンソールを使うと実績解除ができなくなるため、それを回避したい場合は、これらのモッドも導入すればいいみたいです。僕は実績解除にこだわっていませんので、無視してダウンロードを続けたいと思います。
ネクサスモッドの無料会員の場合、左のスローダウンロードを選びます。右がモッドをダウンロードして回答した状態。データフォルダの中、スクリプトフォルダを表示しておきます。左がゲーム本体をインストールしてあるフォルダです。その中のデータフォルダを開いてみます。ここへ右のスクリプトフォルダごとコピーして貼り付けておきます。それからあと一つの手順を行うため、ゲーム本体のフォルダは閉じます。左側にいつものマイゲームのスターフィールドフォルダを開きます。右の今回のモッドにあるもう一つのファイル、コールシップテキストをマイゲーム直下にコピーします。最後にマイゲームの中のスターフィールドカスタム INI の中にいつもの記述がなければ追加しておきます。モッドの導入が初めてでなければ、すでにこの記載はされてると思います。アーカイブと書かれた場所、産業の記述、アーカイブ無効化の解除の記述ですね。これがない方は、過去のモッド導入の動画の説明欄に記述内容を記載していますので、ご参考ください。はい、以上で今回のモッド導入の手順は完了です。自分の宇宙船を今いる自分の場所に呼び寄せるモッド、コールユアシップ、かなり便利なモッドだと思います。ぜひ試してみてくださいね。今回の動画、丁寧に解説したつもりですが、いかがだったでしょうか。また次回スターフィールドの動画でお会いしましょう。以上、マカロニでした。You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right.